2020年10月11日映像ミュージアムで解決ぞろり大冒険展原豊先生サイン会とお話し会が開かれました。原先生は参加者とお話をしながら丁寧にゾロリの絵やサインを書いてくださいました。お話し会では解決ゾロリの創作について裏話が満載のとても楽しいお話をしてくださいました。何を話したらいいのかって、まずゾロリがどうして誕生したのかっていうお話をした方がいい。展覧会を見ていただけるといろいろ書いてあるので同じことを言うことになるかもしれませんけど、お話をどうやって書いたらいいのかっていうパターンを考えた時に、私は映画監督にもなりたかったので映画をめちゃくちゃ見てたし、落語も好きだったし、昔話も本も好きだったので、お話は随分いろんなお話を知ってたので、あれとあれと組み合わせたり、大人の映画を子どものものにしたらどうだろうっていう発想から、一本話が作れないだろうかっていうところでこのドラゴン退治を書くんですけれど、今68作目を書いてるんですけど、かなりハラハラドキドキの話にもなってますし、めちゃめちゃケーキが出てくるんで美味しい話にもなってます。70巻を目標にして今70巻までは確実に書けると思うんですけど、もうちょっと頑張れるかと思います。書けるまで書きますので皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ解決ぞろり大冒険展は1月11日まで開催しています。ぜひお越しください。スキップシティチャンネルのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッド評価もぜひよろしくお願いします。